11番のクランライで待っていました。京さんが取ったか、取りました。さあ逆に京さんチャンス余っています。内に切れ込んで2対3、大畑、日本代表の大畑、大畑のトライ。京都産業大学はこれで後半だけでトライが6つ目。